FC 周りの金井が行かないとー。皆さんこんばんは。 FC 今治の金井が行かないと、パーソナリティの金井良一です。この番組は今治市に本拠地を置く FC 今治の金井が楽しく選手を交えながらお送りするはちゃめちゃでラフな番組になっております。前回は背番号13番市原亮太選手、背番号16番リアン・ヒョンジュ選手に出ていただきました。まあ、彼らのなんていうかな、サッカーへの思いもそうですし、彼ら同級生愛みたいなところもね、すごく仲の良さも感じましたし、まあ、プロ1年目というところでの厳しさっていうのを、感じた話とかをしてくれました。前回の放送をまだ聞かれてない方は FC 今治 YouTube チャンネルからご視聴ください。さて今回もゲストを交えて放送していきます。まあ皆さんこれは楽しみにしてる方多かったんじゃないかなっていうふうに思ってます。早速ゲスト登場していただきましょう。背番号1番周行智人選手です。よろしくお願いします。お願いします。これテンション上げてきたもんですな。しっかり上げてきました。頑張ります。お願いします。お願いします。背番号4番園田拓也。お願いします。早いな。だいぶ気合い入れてきてるなこれ。これなかなかやっぱなんていうかディフェンスの良さ、このインターセプトじゃないけど食いついてる。だいぶ背後ガラ空きやったから。背後ガラ空きやったけどもうシューも無視してたよ。ガラ空きやったよ。もうこれはね、後ろシューいるから。あ、大丈夫。いや今フォローする気なかったよ。びっくりしたわ。不意なやつやったからな俺ら。まあこれはね、1984年組ということでね、これもうねメッセージもねもう図鑑かっていうぐらい来てるんでまだこれは追ってちょっといろいろね、質問を2人に、答えてもらいたいなというふうに思ってます。じゃあまずどうする。まあとりあえず今年の、シーズンも全て、終了し、残すこと、あとはこの放送されるのはね15日かな、まあ、ファン間謝恩会前なんですけどもね、それが終わったら、チームの活動は全て終了というところで、まずは今シーズンを振り返って、じゃあ週からちょっと。そうですね、やっぱり大変でしたね。うん、いろんなことありましたし、本当にこう苦しいことが、まあ、多かったのは確かですし、まあでもその中でもこう何とかしようって必死にはまあやってきましたけど、そこは自信持って言えますけど、まあ結果としてはなかなか厳しいものになりましたね。なんか苦しかったとこってまあいくつもあるやろうけど、なんか自分で覚えてることとかで今話せることっていうのは。まあそのとにかく試行錯誤して何とかしようとするけど試合で結果が出ない、また1週間頑張って次こそって思うけどまた結果が出ない、で次はこうやってって振り出してやっても結果は出ない、みたいな感じで、本当にこう何をやっても勝ちが来ない、引き分けはあったにしても勝ちがなかなか来ないっていうのは本当にきつかったですね。でもまあ、順位こそね11位でのフィニッシュだけど、その勝ちが来ないこの試行錯誤する中で、まあ、失点とかは、得失点差も、今の順位にしてはそんなにこうすごくマイナスが多いってことではなかったっていうところでは、こうみんなで試行錯誤してチームでのそのバラバラになることとかは特になかったって感じが。そうやね、それはなかったかな、だからそれは珍しいというか、こんだけ結果出ない中でもこうみんなはまとまってなんとかしようっていうしてたっていうのはこのクラブのいいところかな、今年の選手たちの良かったところかなっていうふうには思いますね。なるほどね。じゃあ園がもう食い気味で話したそうな感じでしたね。園もちょっと1年間ちょっと振り返ってみて、まあどんなシーズンやったかっていうのは。まあ多分みんなそう思うけど、やっぱり苦しいシーズンでは確かにあったかな。でまあ長い俺もサッカー人生の中で監督交代がこんなにあるのはね、人生最後のラスト1年でこのねそうね、経験、初めての経験をしたっていうのは、うん、まあないことだったし、うん、まあ監督がこうやってね変わっていく中でやっぱりその監督の、ね、戦術だったりっていうのを理解する、うん、しようとするっていうのもなかなか大変な作業だったし、うん、っていう中で、まあ、その中でも、まあ、選手たちがしっかりとそれを理解しようとして表現しようとして一生懸命取り組めたと思うし、うんまあ、最後に少しずつだけど実を結んで勝ち星を取れるようになったっていうのは、ねまあ、最後の本当に最後そうやってみんなのこう思いがこうつながったのかなと思う。なるほど。今日えらい真面目なコメントをねえこれ求めてないよな。最初だけ求めてない。もう終わりや。もうこれは用意してたからそろそろボロ出してもらってもらうね。なるほど。まあ監督交代2回っていうのは自分が選手の時にないし週ある？ないね。ないね。こう選手としてはまあ監督交代したら監督がまあこう言ってくれることとかを、まあ、もちろんね選手としてはこうプレー表現するけど、ある意味こうクラブとして良くないんだよっていうこう交代することによってこうある意味こうそういうメッセージもあるやんか。そういうのでこう選手からしたらやっぱりこう責任とかってその辺の感じ方っていうのはまあ2回あったし、シュートはどんな感じだった？いやめちゃくちゃ感じた。やっぱ自分試合出てるから、うん、いやもうやっぱりその試合出ててこう勝てないから監督がそういうふうに交代になるっていうのはもうやっぱり本当に自分の責任やなっていうのは思ってたね、うんうん、ある意味こう、まあ、時にこう例えばこう俺の場合やったらこう事前に教えてくれたりするけど、例えばこう朝行って雰囲気で、うん、あれこれ変わるなみたいな。そうやね感じるよ ね。あれほんま嫌やね。ほんま嫌やね。これ何回もあるけど、うん、今までもう分かんねん朝でね。朝分かるよね。朝の空気で、うん、すごい嫌だから。もうリュイスの時はやっぱきつかったね、うん、リュイスは今1年やってたから、うん、やってて途中でやったからやっぱりきつかったね。だからヌオさんの時はその成績上こう昇格の可能性がなくなって、うん、あでそういうなったっていうのはちょっと、うんまあ、なんか理解できたところもあったんやけど、うん、リュウジの時はやっぱいきなりな感じがあったからなんとかしようとしてた時やったからちょっとびっくりしたし、やっぱショックやったね。なるほどね、うんうん、そうのもそんな感じ、うん、全く一緒。全く一緒。聞いてたお前気抜いてた。丸々もう関西弁のところも全く一緒。答え方として一緒。そうですほんままあ確かにな、まあ、朝の空気はほんま嫌やから、まあ、そこでな選手もあってなるからね、うん、なるほど、まあ、1年間の振り返り、まあ、この後もちょっと話しながらいろいろ聞いていきたいと思うんですけども、なんせほんまこれにあこれ言ってるもん2週連続でやりますみたいなまだ言ってない。これみんな求めてる？みんな求めてるかな。求めてるよこれは絶対。もう一貫あの人はねもうだってこの質問メッセージの量をほんまだから図鑑やから図鑑ぐらいの量来てるから、これちょっと全部読むのは難しいんですけど、一通り僕は目通させていただいたんですけども、これをちょっとね質問2人に答えてほしいなと思います。じゃあどっから目つぶって引っこ抜いてるからね、ラジオネームはるままさん、園田選手、修行選手こんばんは。前に約束していた金井さん3人で食事に行く約束を果たせましたか？うん私も同じ84年組でこの3人組が大好き。同い年か。園田選手15年間お疲れ様でした。選手生活で一番思い出に残っていること、今までのプレーはベストプレーは何ですか？教えてほしいです。次のステージでも頑張ってください。ずっと応援してますというメッセージです。この食事会はあれ夏中に行くっていう話を多分ね、ラジオでこれもう赤裸々に本当に語っちゃっていいんじゃない？いい、ね、いい。どういう今状態なのかっていう、ね、いいこれほんまどういう俺とシュは多分ほぼ同じだと思うんやんか。園田に振り回されてます違う。なんでやねん。しょうがないやん。園田にもあんな予定がさ忙しくてまあな、ね、だからあと焼き鳥も食べたい。あ、まず行ったか行ってないかちゃんと答えた方がええんちゃう？何が行ったか行ってないか、行ったか行ってないか気にしてはんねんから。そうだよね、うん、すいません俺のせいで言ってませんそうだからスケジュールでもほんまに調整し始めたんは行こう行こうってなってたけど、10月入って11月前そうやね、うん、なんか園が引退もちゃんと発表して、うん、でそっから11月ぐらいのどっかでやろうっていう話で、その時点でおかしいけどね、夏言うてたんですよ、まあ、でもあの時俺ら変な言い訳してたよな、俺らの夏はずっとあれ高校生みたいなこと言うてまだ夏でええんかいや、そっからな11月行こうって言って今までだから約1ヶ月ちょっとぐらいで何回リスケなってんの？いやほんまそうよ、なってるな、もう45回なってんじゃんいやだからその、まあ、俺、まあ、なんかでたまたま携帯見れなくて、うん、LINE パッて見たら、まあ、20件ぐらいバーってなってるから、あこれはついに決まったなって思ってパンって開いたら全然決まってない何のやり取りをしてたんだもうねこれほんま言わしてまたちょっと怒っていいかなあ、いいじゃんいいじゃん。こう俺はね、うん、正直、うん、日にちがいつ、まあ、日にちはこう予定が空いてるところで、まあ決まれさえすれば、うんうん、どこに飯行こうが、うん、何時だろうが、うん、別にどうでもいいわけよ。重要なことはこの3人で食事に行くことそうねやろ、うん、お前もそうやろ、そうやこいつだけ違うねん焼き鳥が食べたいほんでな是が非でも焼き鳥が食べたいまずそこだけはちゃんとしてるなお前。ほんで金井が7時でもいいって言ったら、いや6時か6時半何ちょっと早う帰って早う寝ようとしてんのこいつおじいちゃんのおじいちゃんのいやもうそれが俺は考えられへんのよ。そうやな切り上げたいんや。いや切り上げたい後ろがね、後ろにこう時間がいっちゃうとさ、やっぱ次の日の考えんだよ。いやいやいやこの3人で食事行くことが大事じゃん。焼き鳥だろうが何だろうがいいわけよ。時間だって何でもいいわけ。俺はそう思うんやけどお前はそうじゃない。店もここがいいし時間もここがいいってわがままやなほんまこだわりえげつないのあるよな。えぐいよ。何ちょっと自分の好きなもん食おうとして何ちょっと早く帰りたいと思ってええやん別に俺最後なんやからそら決まらんよ。いやそうやな。もうだからリスナーの皆さんほんま誰が原因かっていうのほんまちゃんと分かっといてほしい。いやそうやなこいつのせいで。でももう決まったやん確定したやん日にちな。店決まったっけ？店は、いや俺が今挑戦してくれてる。でも焼き鳥やで多分。多分じゃなくて絶対焼き鳥。だってここまで来たら焼き鳥。これでもし俺が焼肉とか違うものを出せば多分リスケなくもう年明けるさなんか今治風な焼き鳥のこととかもうなんかもうそんなことはもう俺からしたらどうでもいいわけよ。せやな。いやそういうやり取りもさほらやっぱ大事じゃんただ単にさこうじゃあ何時っていうやり取りもさ何食べたいかね間もさ楽しもうよ。何食べたい普段焼き鳥食うてるやろ。あんま食うてない。あんま食べてないね焼き鳥は。だから多分まあ普段後輩と飯行く時はまあ多分好きなもんをね後輩が言ったところええよって多分こいつ言ってないとだから俺らにだけやとは思うよ。だからまあ許したらなあかんかなとは思うやけど最後やしな聞かなあかんな思うけど。焼き鳥なでもちなみに焼き鳥の何が食いたい焼き鳥のそのいややっぱ今治だからほらね今治の名物って言ったらでもなんか今治の名物ってこう鉄板でこう鳥をやったりするのがまあいわゆるこうそれもやっぱ食べたい。それもお前串が食いたい。お前串の方が食いたいって言ってたな。いやいやでもそれも食べたいよ。食べたいけど串もやっぱり全部焼き鳥じゃん。そこはええやな。なるほどな。ということで春ママさんまだ行ってないです。これでもねもう日にちも決まったんで一応もしこれで行った時は3人で僕とかシュウとかちょっとストーリーでもあげますね、うん、とりあえずこれにちょっと、まあ、今年のから応援してくれてる人は知らないかもしれないけど、うん、うっちもちょっとねなんかちょっと電話でもつないで遠隔で来させる来させる読んだら来るんじゃないですかなるほどね。よし、じゃあ あと選手生活一番もうなんかね、もうお腹いっぱいになったらその焼き鳥の話してでも質問いただいてるんで、選手生活一番思い出に残ってること、今までのベストプレーヤーなんですか。これちょっと決めるの難しいかもしらんけど、なんかいやもう決まってるよ。決まってんねや、うん、ファンカン選手生活、今までの選手生活いい、それとも何、今まで15年間の選手生活で一番思い出に残ってるのがファンカン。ファンカンはね、あ今治の、まあ今治もそう、ああそういうことね。山形でも、うん、でも出してきたよ。出してきた。まあまあ出した。まあまあそれがベストプレー。みんな印象強いと思う。あ本当。ね、それまあ山形の、うん、まああの時の園田から始まり。どの時どんなんか知らんけどそれを行くチームでこうやらせていただいて、継承されて。なるほどなるほど。で締めは40。ミニスカあれがもうな集大成、うん、集大成あれで、まあ、お前の中でじゃああれは締めのつもりでやったってことで、そうそう全力でもう出し切りました一生懸命。山形の時何したんですか。ピンでやるの。ピンでやったね。あそう、一番最初はもうあの時のっていうのは面白いんだけど、お前のその歴史知らんのき、猪木っていう、ああ、なるほどね。あの時の猪木をかけて、あの時の園田ってやったんだけど、やったのね。あれはクオリティ高かったね。高いドヤ顔で言うんだよ。なるほどな。それをこう各チームで全部やってきたやん、あの時の。そう、それがねこう継承されてってね、やっぱサポーターの皆さんもやっぱりやってほしいっていう、なるほどね。あってで今治でやったマイクパフォーマンスで、ああなんか買った後はなんか やってた、ね、やらされとったな、うん、やらされてたやんなんかやっとんなそうなるほどな。じゃあ春桃さんプレイはファンカンでしたごめんなさいいやいやいや全然ありがとうございます。ちょっと質問は一つだけになってしまいましたが曲の方をちょっとそのにタイトルコールお願いしていいですか。はい、まあ、サッカー選手人生、のいろんなことを考えて、うん、結盟士の仲間を選択しました。ありがとうございます。結盟士さんの仲間でした。この曲を選んでる理由は、最初にまあちょっとちらっと言ってたけど、うん、まあ、やっぱり、うん選手生活の中でたくさんの仲間たちと出会えたことが本当に、幸せだったし、うんまあ、感謝の気持ちを込めてこの曲を選びました。真面目かって感じだな。真面目や用意してたよこれも完全に。まあなんかいいんだよねこれ言って。最終戦の時とかも、ね、チームがモチベーションビデオをこう、ね、作って選手に見せたっていうのも聞いたし、俺も見たんだけど、その時の曲も仲間やったし、なんかそれともつながるっていうところもあるってことね。うん、そうだね。なるほどね。こう真面目な、さっきもガンガンってふざけてきたけど、なんか園の引退の話になるとちょっとシュンってなるから、ね、その話またやめよう一旦やめる。まあでも質問ほんまに図鑑みたいな感じでいただいてるんですけど、まだ表紙ぐらいしかいけてないんでちょっとどんどんいけたらいきたいと思います。ラジオネームバナーナさん、修行選手園田選手金井さんこんばんは。園田選手15年間お疲れ様でした。修行選手園田選手に質問です。私は仕事上たくさんの人前で発言会の進行することが多く、いつも、赤面しながら緊張してパニックになって噛んでしまうことが多いですと、まあ、インタビューやイベントでスピーチをすることが多いお三方にうまく話せるコツがあれば教えてくださいということで、これは俺と柊に質問でいいかな俺噛みながらいやこれはもうまずじゃあそのからコツ教えてよさ、コツ教えて、ね、俺もよく噛むからね、うん、本当あんまでもね、うん、あんま噛んだこと見たことないけど、見たことない、うんうん、スピーチうまいなっていつも思ってるけどっていうのは俺の話聞いてる自分喋りたすぎても俺の話聞いてくる喋らしてああどうぞ、okay はいはい、自信持って言えるのは、うん、噛んでも貫き通すそれ自信持って言えるけどちゃうね。周りを気にするなと。そこで気緩んじゃったら、もうずっと噛んじゃうから。そう。なるほどね。なんかそういうのあんの？経験ある？そうね。あるんだよね。あるんだ。リスペクト宣言にあるんだ。これね、やっぱ前のラジオの時もちょうどね、それが終わった時のリスペクト宣言の、噛んだ話で盛り上がったから、これね、今回の放送は、前半戦後半戦みたいな形で2週やるんで、後半戦のスタートぐらいで、リスペクト宣言をここでちょっと披露してもええちゃうかなとしょっぱなスタートで宣言するこれをほんま噛まずにいけるかどうかもそうやし、ちゃんと宣言してほしいなと思って、ね、これはもう後でというか後半戦でねやりたいと思うんやけど、なるほどな、もう貫き通せっていうことやな。なるほど。シュウは質問なんやっけスピーチのインタビューとかイベントでのスピーチをするときになんかコツみたいなコツ、慣れはあると思うけどね、やっぱり。あとやっぱ緊張されてると思うんで、少しゆっくりこう話す、先にバババってこういかないようにするっていうぐらいかな。慣れやと思いますけどね。実際噛んでもね、あんな大勢の前で噛んでる人もいるわけですからね、映像としても残ってるわけですから。子供たちにも笑われて、選手みんなに笑われてしてる人もいるわけですから、そんな気にしなくていいと思いますけどね。全然大丈夫ですよ。全然大丈夫よね。緊張する。だから昨日のシューと一緒やで、昨日ってこれ放送あれやけど、パートナーさん向けのイベント、謝恩会みたいな、あれはね、緊張というかね、進行はね、俺基本台本あったらあんまあかんっていうか嫌なんやけど、自分の思い語る方が絶対楽っていうかいいから、バナーナさん緊張はするんで、とりあえず口を大きく開けといたらなと言いました。口を大きく、なんか声ゆっくり、声参考にしようとしてるぞ、口を大きく開けて参考にしようとしてるぞちょっともごもごしいな緊張するからね。なるほどね。ちょっと待って、質問、すみません、前半戦、そろそろ終了。本当、楽しい会話ね、後半戦でも、お伝えしたいと思うので。2週連続で、周東選手、園田選手に出ていただきますので。前半戦はここで終了ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。ここに歓喜の渦を巻き起こせ、胸を張れ、歌え、このウォリアーズソルジャーズ、今きっと揺れる。夢ならここにある、夢ならそう君と見る、共にあれ、力の限り、この旗をかざそう、全身で抱きしめてゆくんだ、いざ勝利の天使を、ここに奇跡の日々を